旧香港上海銀行上海支店ビル。香港上海銀行ビル。香港上海銀行ビルは、中華人民共和国上海市に位置するビルである。建造は1921年5月5日に始まり、1923年6月23日に、完成した、新古典主義建築の建築物であり、6階建て。住所により、y タ a ン1 2号とも称される。 1923年から1955年にかけて香港上海銀行 HSBC の上海支店が入居していた。また1949年に中国共産党が上海を占領した後、上海市議会が使用し、視聴者さながらであった時代もある。現在は上海歩道発展銀行が入店している。香港上海銀行ビルは、 HSBC が入店していた当時、スウェズからベーリング海峡までの地域で最も輝かしい建築物と呼ばれていたほど豪華な建築物である。敷地面積は23,415メートルであり、当時の銀行としては極東最大、世界でもイギリスのスコットランド銀行に次ぐ大きさであった。外観は新古典主義建築のデザインを採用しており、3区分に分けられている。 中央の屋根部分にドームがありその前面にはギリシャの神殿に似せた構造物が飾られている。中央部分では六柱のように屋敷円柱が二階から4階に貫通しておりすべてが地上5階建てに半地下階を持ち、中央は7階建てになっている。窓に鉄格子がはめられ、レンガと見影石で装飾されている。内部は 非常に豪華に装飾されており、大理石やモネルが使用されている。全館空調が整っており、主な取引ホールは円柱彫刻が飾られている。これらの彫刻は当時のアジアでは非常に珍しいものであった。本館に隠れている別館ビルはオフィスや金庫に使われていた。1865年3月4日、HSBC は 現在は平飯店が入店している中央ホテルビルのグランドフロアに上海支店を開業した。1874年頃になると HSBC の経営は中央ホテルビルの一角では手狭になったため HSBC は公開館ビルの南部の12番地にあった3つの外国クラブのビルを6万両で購入した。1912年、さらに10番地。 11番地を購入し、新ビルを建設することになった。この工事は1921年5月5日から始められ、天井のドームは1923年6月23日に完成した。同時代の新聞によると建築の際には内密に風水士を雇い、時期を選び最良の方向から工事を始めたとされる。中国の伝統に見合うように世界中の効果を集め、 基礎部分に埋設した。特に最用部には例を沈めるために真新しい効果を埋めた。建築には25ヶ月をかけ、敷地面積23,415メートルの、内延床面積は1.3ヘクタールに及んだ。建築会社、パーマーターナー事務所に設計依頼し他にも、横浜商品銀行ビル、ヨースビル、旧中国銀行ビルなどの外観に、 多くのビルを建てた有名な建築家により設計された。太平洋戦争の間、香港・上海銀行ビルは日本に接収され、横浜商金銀行の会計監督の下で生産過程に入れられた。1943年日中間協定によって中国側に返還されたが、大戦が終わると HSBC がまたこのビルに戻った。1949年に、 中国共産党が上海を占領した直後においても、HSBC は銀行として自由に経営を行った。しかし1955年に入ると、政治状況の変化によって、上海での経営は縮小せざるを得なくなった。ビルは政府に譲渡され、香港上海銀行ビルはいくつかの近くの館長が分割して使用した。後に、上海市議会もこのビルを使用した。 このビルは、上海市人民議会ビル、あるいは単に市議会ビルと解消された。1956年から、ビルの別館は、上海公文書館として使用された。1990年、民間団体の意見を取り入れて、市の団体が湧いから移動を始めた。この際、HSBC は、香港上海銀行ビルを買い戻そうと、市議会と交渉を重ねた。 しかし値段の問題から交渉は決立し、この試みは断念された。1997年市議会はこのビルを退去し、上海歩道発展銀行がこのビルに入店した。このビルを改修している際には、一角に壁画が発見された。一方、HSBC は現在、HSBC タワーに上海本部を置いている。風水の問題から銀行は、 ビルの建築の際に、イギリスから一体のライオンの像を取り寄せ、ビル玄関の両脇に置いた。この二頭のライオンは、香港支部の経営者である、A.G. ステファンと上海支部の経営者 G.H. スティットによってそれぞれ、慎重、安全と名付けられた。1935年に、香港の徳助堂道の支部にも三頭のライオンが置かれた。1941年、 上海と香港は日本占領下になりされておりアメリカが取り戻した。このためライオンが失われることはなかった。1966年文化大革命の嵐が中国中で吹き荒れ上海の建築物調査委員会はライオンを取り払い上海喜劇座に持ち込んだ。1997年に 上海歩道発展銀行が入店する際に、オリジナルではないコピーが作られて、ビルの前に置かれた。八角形のエントランスホールの天井と、その八方のそれぞれの壁に、壁画のようなモザイクがある。フレスコ画が描かれており、十二空の記号と擬人化された、太陽と月が描かれている。文化大革命の際、公衛兵はモザイクを一枚一枚剥がして、 破壊するほどモザイクの破壊に熱心だった。このため、この絵画を残すために誰かが大胆にもモザイクを覆うように化粧漆喰を塗ったのだと考えられている。さらに、保存状況からこの漆喰を塗ったものはモザイクを隠すだけでなく、芸術作品を保存するための方法も知っていたのだと考えられている。1997年に、 ホとう開発銀行が建物を改修する際に、この漆喰は取り除かれた。ホトう開発銀行はこの絵画の修復に資金を供給した。しかしながら、絵画の中にあった HSBC のエンブレムは外され、ホトう発展銀行のものに取り替えられた。八角形のそれぞれの壁には当時、HSBC が出展し、当時世界の金融センターであった上海、香港。 東京、ロンドン、ニューヨーク、バンコク、パリ、コルカタの8都市が描かれている。それぞれ中心にその国を象徴するような神が描かれ、その両脇に町の特徴を擬人化した神が描かれており、背景にはそれぞれの都市の川と都市の主な風景が描かれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。